皆様ごきげんよう、ヒロモンです。この動画ではリーグを振り返りまして、自分の立った戦略が有効に働いたのか、また今回どんな教訓を得たのかっていうところなんかも共有していきたいと思います。今回ね、23次対ディビジョン2でトップ10入りを目指して頑張ってきたわけですけど、トップ10は叶えませんでしたが、22位で新聞入りは果たすことができました。今回はなんと対戦相手の皆様に配信の許可をいただけたおかげで、全日程ライブ配信をさせていただくことができました。承諾いただいた皆様には本当に感謝しかありませんね。配信を視聴していただいた皆様もありがとうございました。そしてリーグお疲れ様でした。新聞入りできましたので結果を出せたとも言えなくないんですけど、新聞に載るだけなら前回の16位で達成しているので、今回は本当にトップ10に入るつもりで戦略を練っていたんですが、届かなかったことが少し悔いが残りますね。リーグでの反省点をもとに次回のリーグに生かしていきたいと思いますので、同じように悔いの残る戦いをした方は一緒に振り返って血肉にしていってもらえたらなっていうふうに思います。それでは本編スタートです、どうぞ。はい、ということでリーグの振り返りをしていきます。まず僕らがどんな戦術を取っていたかっていうところからお話ししますね。僕らのレギオンは特殊特化の回復に支援に妨害1という布陣ではありますが、妨害の方はもともと回復役だったところから代理で入っていただいているようなものなので本職ではないんですよね。なのでどうしても攻撃デバフが弱点となってしまうので、まずはその弱点を捨てるのか補うのかって考えたところ、補う方向性で考えていきました。ちなみに何で補うかと言いますと、ライフアシストとオーダーですね。攻撃デバフを入れられない以上ライフアシストは必須で、さらに終盤以降相手の戦力を削る必要があるため、冒険縛り、属性縛り、操りの時計を持って対抗策としました。属性縛りは通常相手ならエンジン縛り、特殊相手なら水準縛りを入れるといった具合ですね。操りの時計はお相手が終盤ロングからロングで来るところには必ず刺さるような動きを取りました。結果6戦中4戦が操り成功となりましたね。戦術加速感の操りなので、ロングロングのところにはほぼほぼ刺さりますよね。負けた試合以外は最終局面に割られるってことはなかったので、相手の戦力を削ぐってところに関してはうまくいったのかなっていうふうに思います。負けた試合はそもそも属性縛りを入れられなかっただけでなく、こちらは操りも食らって、さらにこちらの操りは刺さらないっていう状況を作られてしまったので、戦力を削ぐのに失敗したために最終局面全滅させられてしまいました。逆に言うと立てた作戦が遂行されれば有効に働くっていう証明にもなりましたね。次に編成ですけど、3属性のテーマということでまず考えるのは、属性特化の編成を2種類にするか1種類にするかっていうところですが、これはすぐ答えが出ましたね。水属性1種です。特殊の場合、風オンリーと水オンリーの2種編成を用意するのも有効かとは思いますが、僕が風属性の範囲メモリアがあまりないことと、ライフアシストを最初やるとお相手の防御力を削る動きができないため、ライフ終わった後にまずは防御力を下げる動きをしていかないといけないんですが、先ほども言いましたが僕らは妨害が弱点ですので、前衛の防御ダウンで補っていくしかないんですよね。その場合、風属性には防御ダウンメモリアが少なく、炎属性はそもそも数が少ない、水のメモリアは大量に防御ダウンのメモリアがある、さらに特殊が一番得意な属性ってなったら、戦術的にも水属性単体でライフ以降最初から最後まで行くっていうのは必須事項でしたね。その場合、水属性オーダーは終盤に合わせたいので、さっきの攻撃力を削ぐのと組み合わせたら、後半はすぐオーダー順は決まりましたね。最初は闇水、光水、冒険縛り、属性縛り、戦術加速、操りの時計、水属性ロングっていう風にしていましたが、先に冒険縛りと属性縛りを持ってきた方が操りに対抗できる可能性も残せるっていうところで途中から変えていきました。あとは前半のオーダーをどうするかですけど、こちらは属性オーダーが使えないのである意味固定枠になっていきましたね。ライフから入りますのでマシクを入れたいんですけど、お相手が4人で殴ってくる場合は全滅のリスクがあるため、覚醒妨害、覚醒と入り、3番目はポイント負けしてるなら見旗、ポイントが拮抗してるならマシクって形をとっていましたが、それだと後半の操りの時計対策がなくなるっていうことで、途中からはどんな状況でもマシクから覚醒と入り、3番目を見旗か覚醒妨害、そ
そして使わなかった方を操りの時計に回すってやり方にシフトしましたが、御旗を使わなかった場合、操り対策を御旗でカウンターするとポイント勝ってる時に無駄だなっていう風に思いましたので、それだったら属性盾がいいんじゃないかなっていう風に思いましたね。お相手の戦力を削ぐという目的ともマッチしてますし、仮にポイント2倍差ができたら終わってくれるので、意外と操りの対抗策としては僕らのレギオンでは有効かもしれないなと、これはリーグを終わってからですけどね、感じました。前半こういったオーダーで戦った結果どうだったかと言いますと、ライフ中に失ったポイントを戻していくっていう動きはこれで問題なくできていたので、今回5勝できたっていうところから見ても他の属性を入れなくても大丈夫だと思った瞬間でもありましたね。ここは結果出るまで少し不安な部分でもありましたから、属性1種類で本当に大丈夫だろうかっていうね。つまりトータルすると立てた戦略は機能すれば有効だということが分かりましたので、戦略自体は良かったのかなっていうふうに思います。続いては教訓を見ていきましょう。はい、それでは次に教訓を見ていきます。一つは相手の操りの時の対抗策を講じていなかったことですね。こちらが決めることばかり考えていたのと、お相手はロングからのロングを終盤打ってくる相手を想定して組んでいたので、そうすると操りは使ってこないだろうと鷹をくぐってしまっていたわけなんですよね。ただディビジョン2でも上位の方になりますと当たり前のように操りを絡め、さらには操りの時計の対策もしっかり考えているっていうところで、こちらのやりたい動きを制限されてしまいました。ここは僕の怠惰な部分でしたね。今回負けたお相手も最後に戦ったお相手も必ず操りの時計を絡めつつ、自身も操り対策万全っていう感じでしたね。僕は相手が残り1分で属性切れを起こさせたいっていうところから戦術プラス操りっていうのを取っていたわけですけど、お相手の戦術プラス属性ロングは相手が戦術を打ったのを見たら操り入れることで、2秒くらいの判断でお相手は操りオーダー対策のオーダーを発動するか、そのまま属性ロングオーダーを打ってしまうかの2択になるわけですけど、結構その2秒だと一旦待ったができずに属性ロングオーダーをそのまま打ってくるっていうお相手も多かったんですよね。もちろん負けたお相手は戦術から覚醒妨害に切り替えて柔軟に対応してきました。それを見た時に想定しているお相手には 100% 削れないんだなっていう風に感じたので、それだったら操りの対策は必ずされるとしても、逆に必ず相手には操り対策をさせて、こっちは戦術から属性ロングに持っていくっていうのが強いかなっていうふうには思いましたね。ではどのようにその方たちが操りを使ってきたのかと申しますと、お相手がロングロングで攻めてくるところには1回目のロング中に、僕らみたいにショートショートロングで来るところには2回目のショートの発動中に操りを発動するだけでセット完了ですよね。その場合先にセットすることになるので、いかようにもかわす手段はありますが、逆に言うと必ず操りの時計対策のオーダーを使わないといけないっていうところでもありますからね。ただこれはショートロングショートとすれば対策できてしまうんですけどね。しかも戦術は取っておけますので、タイミング的にもしかしたら戦術からの操りをロングの後にさせる可能性も残せます。このオーダー順がバレても1回目のショートのところで操りをやられたら、ショートショートロングに切り替えればいいだけなので対策が簡単です。ただこのショートロングショートは弱点があります。ロングの発動を見てから前日からの操りで間に合ってしまうっていうところがあるので、やるとしてもロングのタイミングでお相手が何かしらのオーダーを発動してきたのを確認してからですかね。ただそれを毎回判断していくのは大変だと思いますので、それだったら最初から操りを決めることを諦めて、ショート戦術ロングショートとすれば 100% 操りはかわせる状況は作れますので、戦力に自信のある方はこれで安定なんじゃないですかね。ただそれだとお相手も属性をフル活用できるわけなので、戦力差は崩れにくいですけどね。なので格上を倒すには基本ショートロングショートにしておいて、お相手の様子を見ながらロングを発動、あばよくば戦術からの操りで相手のロングを削り取るっていうことができるのが最強の布陣かなっていう風に感じましたね。僕はそれに挑戦してみようかなっていう風に思います。僕は配信者という都合上戦術はバレやすいので、バレても対策しようがない完璧な布陣を目指したいですね。先ほども言いましたが、全部バレていたと想定してもショートを入れ替えたり相手の動きを見てからロングを発動したりするので、これならバレても全く問題ないですよね。
僕もこれから進化していかないとなと感じましたので、次回の D1 では最初を目指して D1 残留をまず目指したいかなというふうに思います。あとは僕の HP 低い問題も本格的に乗り出そうかと思っております。と言いますのも、僕の育成はこれまでレジェンダリーバトルの S ランクキープ、ギガント級高難易度の攻略を見据えてメモリアを集めていましたが、レジェバトはもう S ランクキープはできるようになっただけでなく、1000以内も入ることができたのと、高難易度はもう全然来ないので、それだったらここからはレギオンマッチ用にメモリアを集めていこうと決めました。なので直近の目標は HP を18万台に乗せることとします。それに伴いまして、今後のガチャなんですけど、イルマから枠が実装されない限りは HP18万超えるまで異常コレクションしか引かないようにしようかなっていうふうに思います。そして HP18万いった後っていうのはまだ確定ではないんですけど、レジェンダリーメモリアかアルティメットメモリアが来た時のみガチャを回す感じにしようかなっていうふうには今考えております。もし効率よくレギマ用に強くできる方法を知ってる方いましたら共有していただけると嬉しく思います。以上、リーグの振り返りと教訓について語ってきましたが、動画の内容いかがだったでしょうか。ようやく僕もレギオンマッチへ本格的に乗り出す気になれたっていうところがございますので、これから僕がどのように進化していくのかもお見せできたらなっていうふうに思っております。ちなみに愛も変わらず、今年は舞台やリアルイベント等にお金を使うと決めていますので、ラスバレに課金することはあまりありませんので、そういう僕でもどう変わっていけるかぜひ見守っていただければなっていうふうに思います。意見交換などもして共に成長していきましょう。ということで今回の動画は以上になります。これからもアサルトリリーに関する動画上げていきますので、応援していただけると嬉しく思います。チャンネル登録や高評価もお待ちしております。それでは皆様ごきげんよう。